甲府市の小澤翔太容疑者は先月三十日。同僚の女性の遺体を山梨県身延町の河川敷に遺棄した疑いで逮捕されています。捜査関係者によりますと、小澤容疑者が先月三十日に。二人で話をしようとしたが、拒まれたという趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。小澤容疑者はこの日、被害女性へのストーカー行為について。 職場の上司から聞き取りされていました女性の死因は窒息死で遺体には打撲のような跡や首に絞められたような跡があり警察は殺人容疑も視野に捜査する方針です。